こんにちは、リリナナです。今日は前回の続き、こちらの横のところをひたすら編んでいきます。ずっともう細編みでぐるぐる編んでいきます。はい、こちら編み上がりました。編み上がったというか、糸がなくなってしまって、もうこれだけここ止められないっていうぐらいもうギリギリだったので、ここはこれだけしか余ってないから、止められないから裁縫上手か何かでちょっとごまかそうかなと思います。で、細編み部分、細編み部分が23段編んできました。で、23段かサイズで言うと10センチぐらいになってます。で、横幅がだいたい28センチぐらいで、縦が15センチですね。だいたい15センチくらいになってます。で、もう糸がなくなってしまったので、私は1玉とちょっと2玉弱しかなかったんですけど、2玉あれば間に合ったのかな。で、色を変えるのもちょっとあれなので、持ち手はまた別のものをつけようかなと思います。ラフィアじゃなくて、なんか市販の100円ショップかなんかで売っているこういうテープみたいのか、あとはどうしようかな、ちょっと考えてまた持ち手の部分は何か探してみます。で、今日はアイロンをかけてしまいます。では、アイロンをかけていきます。ここどうしようかな。ギリギリ大丈夫かなっていう感じ。アイロン上手じゃない、裁縫上手。私、裁縫上手をアイロン上手って言っちゃうんだよな。
こんな感じで止めちゃいます。で、あ、糸処理忘れた。糸処理もしておきます。本当に少ししか残ってない時にこういう糸処理をする糸を見ると、あ、もうちょっと短く糸をつけとけばよかったとかって私はすごい思ったり後悔したりします。そういう時ないですか？あと少しだったのにこの糸がもうちょっと短くしてれば間に合ったのにっていう時が結構あるんですよね。ではアイロンをかけていきます。で、裏面だけでもいいんですけども、私はひっくり返して表もかけちゃいます。これはお好みですね。私は直接スチームかけちゃってるんですけど、これもやっぱり気になる方とかは当て布をした方がいいと思います。はい、ピシッとアイロンがかけられました。アイロンかけるとすごくピシッとなるし気持ちいいですね。内布もつけたいなとは思うんですけども、とりあえず持ち手の部分を考えなくちゃっていう感じなので、持ち手の部分を考えて、こういう布とかでも可愛い気がする。あえてちょっとぐちゃっとしてるような感じの布、あのバンダナみたいなのとか、あ、これも可愛いかな。内布とこの布、ちょっと何か考えます。では、すごく長かったですね。なかなかカットなしでもうずっと編むっていうのは大変だったんですけども、もう結構時間がやっぱりかかるなっていうのは思いました。でもすごく楽しくできたので、まだ完成ではないんですけども、とりあえず1段階は終わりっていう感じですね。で、持ち手の方をまた決めたりとか見つけたらまた動画にしたいと思います。では最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。りりなのでした。